主演のキラヤマを演じられました役所広司さんです。こんにちは、役所です。今日は本当にこうたくさんある映画の中でこのパーフェクトデイズを選んでいただいて、見ていただいてありがとうございます。本当に1年もう撮影してから1年ちょっと経ちますけども、まあその時は本当にこんな景色を見るとは思ってもいませんでした。本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。続きまして、たかしを演じられました柄本時生さんです。たかし役を演じました柄本です。こんなに大勢のお客様に見ていただけるのは本当にありがたいので、本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうでしたか、役所さんと共演されてみて、柄本さん。かっこいいですね、本当に。いやー、なんというか、同じシーンで、まあ、いくつか、ご出演させていただいてるんですけど、なんか、まあ、これはうちの父の言っていた言葉なんですけど、うまいぞーって言ってたんですよ。役所はうまいぞーっていうのをよく言われてて、すいません。で、その意味を少しでも分かればいいなと、なんかすごく見させていただいてました。で、すごく僕の中ではすごく濃密な時間を過ごさせていただいたなと思っております。役所さんは柄本さんと共演されていかがでしたか？そうですね、お父さんからよく育ててもらいましたね。ちゃんと先輩を立てるところも本当に立派だと思います。いや、もう時生君はもう昔から知ってるんで、まだ子供の時にうちに遊び来たことがあってお父さんに連れて、でそのことを忘れてましたけど僕はもう全く覚えてなくて忘れてましたけど、なんかこうもう子供の頃から知ってるんで、なんかこう一緒に仕事してて、ああいい俳優さんになったなと思いました、つくづく。セリフのない演技っていうので、ご自分で一番意識していたこととかこだわったところってどこでございましょうか？いや、やっぱりこうどうしても僕たちの仕事ってのはキャメラが近くにあったりスタッフがいるんですけれども、キャメラをやっぱりこの意識しないようにやらなければいけないんですけど、今回は何か本当にキャメラを意識することは本当なかったですね。キャメラマンと監督のその撮影の仕方っていうのは、まあ自由にこう動いて掃除して部屋で出勤の準備をしてっていうのがほとんどもうドキュメンタリーのように撮ってましたんで、キャメラを意識する余裕もないぐらいだったんで、とてもなんかこういう撮影の仕方っていうかもあるんだなって、すごくいい経験をしました。ビム・ベンダース監督ならではの世界観みたいな、ね、撮影のされ方ってことですよね。そうなんですよ、結構やっぱり自由なんですよね、この、まあ、台本という、まあ、監督も脚本に参加されてますけども、そういう台本という演出があるんで、それをもとになんかこう俳優たちもみんなそうでしょうけど、自由にやってごらんっていう風な感じでこう始まるんですね。これがなんか待ってる時と本番の境目がないぐらいこう自然にこう始まる感じがとても心地よかったですね。柄本さん、役所さんは心地よかったと言ってますけれども、はい、そんなビム・ベンダース監督の、ね、撮影方法を間近で体験されてどうだったんですか？いやー、役所さんも言ってた通り本当自由なんですよね。で、それでいて何でしょう、早いです。現場に着いてからああしてこうしてこうでこうでこうでレディーアクションっていうタイミングまでのスピードの速さっていうのには驚いて、ただちょっとだけ僕が英語が全くからきしでございまして、それでちょっと通訳の時間とかで少し止めてしまったりとかはあったんですけど、何でしょう、監督のそのスピード感とかは本当にすごいなとは思いました。はい、で
ちょっとだけわがままを出す瞬間もあって、なんかこう撮りたいんだっていう主張を出したい時は本当にすごく確信を持って言われてる時とかもあって、それはすごく面白かったですね。はい、役所さんもそんなね、ビーム・ベンダース監督からの突然のご注文っていうのはあったんですか、現場で。よく覚えてない突然の注文っていうのはあんまりないですけど、なんかここを撮りたいみたいなのはすごく